通勤通学中の皆様おはようございます、もしくはこんばんはでしょうか。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、こちらコンコードの話題になります。ちょっとね、明日の朝どうしても出したい動画がありまして、この話題をですね明日に回せないんですね。ですのでこれね、取っ手出しで出してしまおうということでこちらね収録しております。あれからですね、あの例のリードキャラクターデザイナーですね、この方がですね、またいろいろ言っておりまして、これに対してねみんなから詰められるという事態が起きております。でですね、現在このコンコードなんですが、果たして実際再リリースが可能なのかという考察なんかもねメディアから出てきていますね。なんですがやはりですね、相当厳しいと見られているようです。やはりね、どういった形でリリースしたにせよ、こんな状況になっているのにプレイヤーが集まるとは思えないと、まあそういうことですよね。だから一応ね、立て直すという形でサービスが停止となりましたが、まあ返金もすることですし、まあ再リリースされるかは疑問視されているようですね。そんな中、まあ一番問題じゃないかと言われているこちらですね、リードキャラクターデザイナー、またねあれからいろいろポストしているようです。コンコードのリードキャラクターデザイナージョン・ワイズニュースキー氏は、ゲームが2週間も経たないうちにシャットダウンされた後、ゲームがリリースされたこと自体が伝説的だと主張。ファイアウォークスタジオのコンコードリードキャラクターデザイナーであるジョン・ワイズニュースキー氏は、ゲームが2週間も経たないうちに終了したにもかかわらず、このゲームがリリースされたこと自体が伝説的だと主張しています。ファイアウォークスタジオのゲームディレクター、ライアン・エリスは9月初旬、コンコードが9月6日に閉鎖され、同社はゲームのデジタル版の販売を停止したことを発表しました。つまり本日がシャットダウンされる当日ということになります。さらに同社はゲームを購入したプレイヤーに全額返金することを明らかにしました。最善の道筋を決定するまでの間、コンコードの発売は直ちに中止し、PS5 または PC 向けにゲームを購入した全てのゲーマーに全額返金を開始します。ということで一応ね、先ほども言いましたが、またね、新たな形でリリースできるまでの間、コンコードの販売は中止しますよと、まあそのようになっているんですが、まあ実際ですね、まあ一番ね、大きな問題と言われているキャラクターデザインですね。これ全部変えますとなったら、またお金かかっちゃいますから、本当にそこまでするんだろうかというように言われていますね。そしてこちらですね。閉鎖の発表を受けて、ワイズニュースキー氏は X に次のように投稿。コンコードに参加してくれたプレイヤーの皆さん、ありがとう。ここすごいですよ。圧倒的な騒音の中でも、前向きで建設的なフィードバックは、ファイアウォークの全員にとって大きなものでした。ポジティブなコミュニティを築くことが、私たちがこれまでやった理由です。皆さんの全てを見ました。全てのストリーム、投稿、スレッド、絵文字、全てを見ました。彼はこう続けています。ファイアウォークには、粘り強いファイターがいっぱいいます。複数の買収、エンジンのアップグレード、世界的なパンデミック、プロジェクトの遅延、私たちがリリースできたという事実自体が伝説的です。私たちの誰も次に何が起こるかは分かりませんが、このチームが困難に直面した時にワイルドなエネルギーを発揮することは分かっています。ということでね、それがこちらのね、ポストになりまして、ここね、シップってありますが、これね、出荷っていう意味ですね。出荷できたということ自体が、もうすでにね、伝説的なんだというように言っています。そして、ここですよね。どうもね、この騒ぎのことを大きなノイズと思っているらしく、まあ、そんな中でね、まあ、建設的なフィードバックをくれた方は、ありがとうね、と、まあ、このように言ってるわけですね。ただですよ、皆さん。ただ、このチャンネルで初めてこのコンコードを扱った回で見ましたよね。ゲームの同時接続プレイヤー数がピーク時700人に達しなかったため、ユーザーを才能のない変人と非難。もともとね、このユーザーさん全然罵倒してるとかではないんですが、X のユーザーはこう投稿した。このゲームのパフォーマンスがこれほど低調なのは、あなたや他の開発者のせいではないと思います。このゲームを完成させるために多大な努力が注がれたのはわかりますが、タイミングとジャンルが悪かっただけです。するとですね、これに対してですよ、この方ね、別の方なんですが、元コンコードの開発者です。私はあまり気にしていません。これは非常に才能のある多くの人々が多大な労力をかけて作った素晴らしいゲームです。才能のない変人たちがそれを嫌うことをなぜ気にする必要があるのでしょうか。私は間違いなく楽しんでプレイしていますし、これは何にも変えがたいものです。ということで、この後彼はですね、批判的なリプライをすべて非公開にしまして、これを公開してほしければ8ドル払えと言ったというね、その8ドルどっから出てきたんだって話なんですが、まあこういったことを元開発者がやってるんですよね。まあこういうチームなんですよ。ですので今回のね、リードキャラクターデザインのこの方は、まあ騒がしいノイズというように言っているんですが、結局ね、ポジティブなフィードバックを聞いていると言っていますが、肯定的な話しか聞いていないんでしょうと、まあこのように言われてしまっているようですね。ありがとう。そして、ファイアウォークスタジオコンコードのために尽力してくれたチームに感謝します。皆さんが反省し、学び、将来の取り組みで、さらに強くなる時間を与えられることを願っています。本当に心からゲームを楽しみました。返金されるとはいえ、私と仲間が50時間で得た楽しさは最高でした。と、まあね、割とポジティブなリプにはこのようにね、返信をしているんですが、こっからですよ。ノイズですか。
私たち顧客には批判する権利があり、ベータ版ですでに低い数値が出ているにもかかわらず、才能のない変人と呼ぶべきではありません。まあ、この方が言ったわけじゃないんですけどね。まあ、ポジション的にはこの方の部下が言ったことになるんですかね。次のプロジェクトで頑張ってください。それが必要です。才能のない変人たちはみんなそのポジティブさが大好きでした。みんなね、割と才能のない変人と呼ばれたことを根に持ってるみたいですね。君の思想はガンのようなもので徹底的に批判されるべきだ。我々消費者は君を拒否し、この業界で働かないことを願っている。君のカルト的な宗教を太陽の当たらないところに押し込めて目覚めて破産しろ。ね、辛辣ですね。雑音よりも建設的なフィードバック。そうでしょ。つまりゲームの実際の問題を無視して聞きたいことだけを聞いているということですね。失業保険の受給頑張ってください。プレイヤーがこれだけ激しく反抗しているのに、なぜこのゲームは DI に重点を置いたのか。おそらく何ヶ月もの間あなたに言い続けてきた圧倒的な量のフィードバックに耳を傾けるべきでした。代名詞があるのはゴミだ。なぜ登場人物はみんな太っていて醜くてトランスジェンダーのように見えるのか。こういったフィードバックです。もっと被害者を演じればいいです。あなたたちは自らそうしてしまったんです。今からメモを取って、もしまたゲームに取り組むことになったら思い出してください。重要なのはあなたが何を好むかではなく、消費者が何を好むかです。次回はもっと見栄えのいいキャラクターをデザインしてください。これらのキャラクターでプレイしたい人はいないと思います。見栄えのいいキャラクターはヒーローシューティングゲームで最も重要な要素の一つです。君たちのキャラクターデザインがこのゲームが失敗した主な原因だ。8年もかかったのに、君たちは私が長い間見てきた中で最悪の見た目のモデルを提供している。この方ね、畜生、君がリードキャラクターデザイナーだったのか。これね、お前かって言ってる人すごく多かったですね。ゲーマーは開発の苦労など気にしていません。どれだけ大変だったか、どんな苦労を乗り越えたかは関係ないんです。私たちが気にするのは最終結果だけで、あなたはこれらのキャラクターデザインを担当していましたが仕事をしませんでした。王冠をかぶる者の頭は重いのです。ということでね、まあ、今回ね、読めたものはまだいい方で、かなりですね、辛辣な意見がずらりと並んでいるというような状況になっていますね。もうね、すごいことになっています。はい、ということで本日はですね、ちょっとね、変則的にはなりますが、コンコードサービス停止のお知らせを受けまして、あのリードキャラクターデザイナーが X で発言。ものすごい勢いで叩かれてしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、それにしてもですね、あのコメント欄はほんとすごかったですよ。もうみんながね、あの普通に正論を言ってしまってるもんですから、もうグーの音も出ないんじゃないかなと思いますが、もうほんとみんなね、容赦ないですね。いや、冒頭でもお話ししましたけどね、このコンコード、実際再リリースがあるのか、これ皆さんどう思いますか。もう少なくともこれらのキャラクターが出てる時点で拒否反応というのが出てしまうでしょうし、じゃあこれを全部差し替えて再リリースするのかといえば、ここからね、さらに莫大なお金をかけてこれ作り直すということになってしまいますから、果たしてどうなるんでしょうかね。まあ、単純にね、もうフリートゥープレイとして出すんじゃないかなんて話もありますが、とはいえ運営するだけでもお金はかかるんでね、皆さんの見解もね、ぜひ書いてみてください。明日はですね、なんとなんとつい先日ですね、ティザー映像が公開になりました。あの超大人気ゲームが原作のあの映画が、実はですね、皆さん今大変なことになってます。ちょっとこちら詳しく見ますんでね、ぜひね、この機会にまだの方はチャンネル登録していただいて楽しみに待っていてください。ということで本日はここまでになります。明日からお休みですね。良い週末を。そしてプクタはディズニーシーに行ってきます。